今回はね、こちらです。ね、濃厚プロマージュミルクティー。プロマージュってのは何のことでしょうかって言ったらね、残念ながら分かりませんけどね、申し訳ないですね。プロマージュって一体何だろうと思ったんだけど分からなかったです。ミルクティーはね、紅茶のことなんですが、プロマージュってね、あの井上陽水の歌でね、一層セレナーデっていう歌がありましたけどね、私も一層フロマージュとか意味が分かんないみたいな話じゃないですかね。では飲んでみたいと思います。なんだろう、これ独特な味がしますね。多分今までなかったやつなので、新しく新品として出たものじゃないかなと思うんですが、非常にミルクの、まあミルクティーですからもちろんミルクが入ってるんだけども、そこに何だろう、ちょっとミルクとはちょっと違う味が入ってますね。あ、これクリームチーズが入ってるんだね。だからフロマージュってのはクリームチーズってこと言ってるのかもしれないね。あ、だからこう違うんだね。なんかこうコーンポタージュみたいな感じっていうのかな、濃厚なチーズの香りと味わいでしょ。でそれにこのミルクティーのまろやかな味というのが非常に良くて、でそこにこう触ってくるね、味わいがいいですよ。でいかにもミルクティーですみたいな感じの味とこうさーってくるものが非常にいいなという感じで、なかなかの良いミルクティーの味わいだったなという感じで、そんなにしつこくもなしないし、チーズの味がなんていうのかな、まあチーズがちょっと苦手な人はですけども、まあ、そうじゃなければ非常にいいかなと思います。私も昔はチーズっていうと正直言って苦手だったんですけども、まあ、最近はチーズ食べても平気にはなりましたね。ですからなかなかそういう風なチーズの濃厚な香りとこのミルクティーってどうなんだろうって最初思ったんだけど、でも買って飲んでみると意外といける味わいで、これはこれでなかなか良さがあるんじゃないかなと思いましたね。どうもありがとうございます。